おう、ナンバー。その後レジェンドモルドの件はどうだ。ここんとこずっとカウンターを観察してんだけどよ、この店ほとんど客が来ないだろう。まあマスターが趣味でやってるような店だからな。ウサギを頼むのは足立やさっちゃん、俺らの身内ばかり。ってことはだぞ、このまま放っておいてもレジェンドモルトを頼むやつは永遠に現れねえ。俺の悩みは取り越し苦労だったってことだ。そりゃ楽観的すぎねえか。マスターだって誰も飲まねえ酒を仕入れたりしねえだろう。いらっしゃいませ。うん、なかなか洒落た店構えだね。お客さん、うちは初めてですか。ええ。ほら、ちゃんと客だって来るしよ。一元なんて珍しいな。ある小塚からこの店の噂を聞きましてね。ほう、どんな噂です。幻の高級ウイスキーレジェンドモルトがあると。ええ、置いてますよ。ぜひともいただきたい。私は無類のウイスキー好きでしてね。どうしよう。一番どうするって、謝るなら今しかねえだろ。俺弁償する金なんか持ってないぞ。金のことは謝ってからだ。あの客が安酒を飲めば大事になるぞ。すみませんが、レジェンドモルトはお出しできません。なぜです。私が一元の客だからですか。いえ、レジェンドモルトにふさわしくないお客様だからです。ほう、それは私がグッドダンディの編集長と知っての発言ですかな。グッドダンディ、マジか。なんだそれ。車でもレストランでも高級なものばかり特集する金持ち向けの雑誌だよ。非常に残念ですね。レジェンドモルトが飲めればグッドダンディでこの店を紹介しようと考えていたのに。書かなくて結構です。その手の話には興味ありませんから。いいえ、あえて書かせていただきますよ。このバーは客を襟好みする悪質店だとね。喧嘩を売ろうってんですか。そちらがレジェンドモルトの提供を拒んだのが原因でしょう。仕方ないな。拒んだ理由を話しましょう。うちのレジェンドモルトはある一人のお客様のためだけに仕入れたものでしてね。その人以外にはお出しできないんですよ。誰なんです、その客は。その昔、俺は一人の女性客に惚れちまいましてね。自分の気持ちを伝えようと決めてレジェンドモルトを仕入れたんです。その女性が一度でいいから飲んでみたいと言っていた酒でしたから、俺はレジェンドモルトを置いて彼女が店に来るのを待った。だけどいつまで経っても彼女は店を訪れない。半年たち、一年経った頃、彼女が交通事故で亡くなったことを風の噂で聞きました。うちのレジェンドモルトは彼女に捧げる弔いのボトルなんです。これでもまだうちのレジェンドモルトを飲みたいと。私は数々のバーを巡ってきたが、あなたほど粋なマスターは初めてです。実にグッドな、いやグレートダンディだ。ボトルの中身がバレずに済んだ。それにこの先も永遠にバレることはねえ。これで一件落着だ。もうそんな問題じゃねえだろ。正直にマスターに告白して謝るしかねえよ。え？マスターの話を聞いただろ。あのレジェンドモルトはマスターにとって特別なものだったんだ。うん、それは分かってるけどよ。でも俺弁償するような金ねえよ。
慌てるなって。難波に金がねえのはマスターも承知さ。弁償金だって分割にしてくれるはずだ。分割？ああ、月々1万円でも5000円でもいいさ。難波が払える分で返していこうぜ。うん、確かに月に5000円なら払えるかもな。でも全部返すのに何年かかるんだ？大きな収入があった月は多めに払えばいい。そうやって臨機応変に対応していけばそう長くかからないだろう。そうだな、冷静な助言ありがとうよ。バカな客だったぜ。俺の作り話を鵜呑みにしやがって。作り話？惚れた客の女？そんなもんいるわけねえだろ。だったらなんでレジェンドモルトを出さなかったんですか？この店を始めるとき高い酒の一本くらい置いとかなきゃ格好がつかねえと思ってな。拾ってきたレジェンドモルトの空き瓶に安いウイスキーを詰めたんだ。ただの置物だよ。あんなバカ高い酒めったに頼む客はいねえんだが、たまに今日みてえなのが来るんだ。その度に同じ作り話で客を追い返してんのよ。ってことは難波がこっそり飲んだのはただの安酒？マジかよ。え？おめえら何の話してんだ？聞いてくださいよ、難波のやつが。言うな言うな、ダメだ。ほらマスターは仕事に戻って。おかしな奴らだな。いや、ついつい高級なボトルの雰囲気に飲まれて勘違いしちまったんだよ。わかるだろ、思い込みってやつだ。でも取り越し苦労だと分かってよかったじゃねえか。いやだけどよ、こんな恥ずかしい話はないぜ。なあ一番、この言葉絶対足立やさっちゃんに言わないでくれよ。頼む。分かったよ、内緒にしておくって。俺たちだけの秘密だぜ。ああ、その代わり一杯おごれよ。一番安いウイスキーをな。うん、任しとけ。